長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。前回は県が行っている防災・減災の取り組みを紹介しましたね。今回は家庭や地域で取り組むことができる防災対策を紹介するよ。まずは家庭でできる取り組みを見てみましょう。一つ目は自宅周辺の危険箇所の確認です。長崎県防災ポータルで土砂災害の恐れがある土砂災害警戒区域と河川の氾濫時に浸水する恐れがある洪水浸水想定区域を確認することができます。災害時に安全なルートで避難できるように自宅周辺の危険箇所を把握しておきましょう。2つ目は非常用持ち出し袋や備蓄品の準備です。非常用持ち出し袋には飲料水や食料のほかヘルメットやライト、救急用品など身の安全をサポートするアイテム、また携帯ラジオなど情報収集に役立つものを入れておきましょう。水や食料は最低3日分、できれば1週間分を備蓄しておくと安心です。備蓄品の賞味期限や使用期限は定期的に確認しましょう。3つ目は地震への備えです。地震による負傷の3割から5割は家具類の転倒、落下、移動が原因です。天井と家具の間に突っ張り棒や L 字型金具を設置したり、家具の底面に免震マットを設置したりして家具を固定しましょう。次は地域で行われている防災活動を見てみよう。みさごろうさん。みさごろうでござる。長与町で実施された総合防災訓練の様子をお届けしよう。地域の消防団による救助訓練では浸水した孤立地域を想定してボートでの救助が行われたんじゃ。また住民による避難所の設置と運営の訓練や炊き出しの訓練も行われた。今回防災訓練をですね、3つの訓練を実施いたしましたけれども、十分よくできた点とですね、できなかった点もあるかと思いますけれども、今後の訓練の方にですね、もしくは災害対応の方に生かしていきたいというふうに考えております。これからですね、災害が起こりやすい季節になってまいりますけれども、皆様の備えがですね、地域の防災力の向上につながりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。やっぱ難しい部分もあったので、そこは改善点として今後の取り組みにしていきたいと思います。近所の顔見知りとかがしっかりいるので、その人たちとお話をしながら何かの時の役に立てばいいなと思いました。何年かに一度こうして現実に近いような形の訓練をするとですね、自分のため、また地域の住民の皆さんのためになると思うので、今後も続けていけたらなと思ってはおります。一人一人の取り組みがやがて町全体の防災につながるのじゃ。ここで一句。広げよう防災意識と共助の輪。今回の内容は全世帯広報誌伝える県長崎6月号の特集ページで詳しく紹介しています。大雨や台風など災害の発生が予想される場合には、市や町から避難情報が発令されます。発令されたら速やかに適切な避難行動が取れるように、日頃からしっかり備えておこう。しかだけに。